60代にありがちなこと。すまん、お茶を入れてくれるか。はい、どうぞ。ごく。お茶が体に染み渡る。温かいお茶が体全体に染み渡りがち。ふう、今日も家の掃除疲れたわ。喉が渇いたし、お茶でも飲もうかしら。する。ガタン。やだ、最近持ったはずなのに手から落ちるのよね。物を持ったはずなのに手から落としてしまいがち。62になっても運動は大事だ。よし、まずはウォーキングから始めよう。おっと、マスクは忘れずに。今日はいい天気だな。数分後、あかん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 、酸欠になる。マスクしながらの運動は酸欠になって危険が伴いがち。今日のゲストはこちらの2人です。どうも。へえ、まだまだ若いのね。でも見分けがつかないわ。どっちがどっちなの？若い芸能人を見ると見分けがつかなくて混乱しがち。胃が疲れやすいからシンプルな献立が一番だな。数分後、お腹いっぱいだな。あなた、薬飲まないと。これとこれ、それとこのカプセルと。ご飯より薬の方が多いな。献立の種類より薬のラインナップの方が豊富になりがち。あら、この健康管理アプリ便利そうね。登録まで1分で完了？簡単そう。30分後、全然登録完了までたどり着かないんだけど。複雑でわかんないわよ。会員登録に手間がかかってしまいがち。定年を迎えて働かなくなってもう3ヶ月か。今まで仕事もよく頑張ったな。でも今後の生活は大丈夫だろうか。年金、介護。定年後の生活に不安を感じがち。あら、もう22時ね。もう寝ましょ。おやすみなさい。ぐーぐーパチッ。わあ、よく寝たわ。今何時かしら。え、4時30分？早すぎよ。でももう眠くないし、このまま起きるしか。早く起きてしまうが眠気がなく二度寝できないがち。ライン。お、娘からラインだ。お父さん元気？もうすぐそっちに帰るから家族でご飯でも行こう。可愛い娘だな。よし、俺も返すか。元気だよ。帰ってくるのが楽しみだ。ご飯も行こうね。え、お父さんなんか頑張って LINE してる？絵文字を乱用したり語尾をカタカナにしがち。今日もご飯が美味しくできたわ。いただきます。あー、あら、やだ、こぼしちゃった。最近物を食べるときこぼしちゃうのよね。物を食べるとき口に入れる前にこぼしがち。はあ、今日もいい朝だ。さ、歯を磨くか。ゴシゴシゴシ。うえ、うわ。なんで歯磨きするだけでえずいちまうんだ。歯磨きをするだけでえずいてしまいがち。ライン。あら、娘からラインだわ。何かしら。あら、シュッ、全然反応しないわね。あ、
指先が乾燥してるからだわ。指先が乾燥してスマホの画面に反応しないがち。お父さん、友達連れてきたんだけど家に入れていい？ああ、いいぞ。いいって。じゃあどうぞ入って。お邪魔します。あ、この子は前にキャバクラに行った時に席についてもらった女の子。キャバクラの女の子が娘と同年代であると気づかされがち。あなた、今日からこの瓶の薬飲んでくださいね。あ、わかった。一日何錠飲めばいいのかな。読みにくいな。なんて書いてあるんだ。薬を飲むことになっても注意書きが小さくて読めないがち。あら、かわいい猫ね。お腹が空いたの？にゃーん。ほら、こっちにおいで。カッカッカッ。動物などを呼ぶとき、舌で音を鳴らしながら呼びがち。今日は久しぶりに友人に会うな。ガラガラ。おお、久しぶりだな。おお、お前たち全然変わってないな。頭だけは変わっちまったけどな。ガッハッハ。友人と久しぶりに会っても昔と変わらず笑いがち。頭は変わりがち。ガタンゴトーン。今日は電車の中混んでるわね。でも立つのもいい運動よね。よかったら席座りますか。あら、私ってもう席譲られる立場なのね。席を譲られてもうそんな立場なのかと気づかされがち。今日はニジマスを焼いたわよ。食べます。なんつって。今日のアナザーワールドはアメリカ。自由の女神って一度は生で見てみたいわよね。自由の女神は目が3つなんつって。やめてくれる？あらゆる場面でギャグが生まれがち。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。